患者様へのメッセージをお願いします。はい、まあ、お子さん欲しいと思って、ある程度の期間ね、自分たちでタイミング取ったりして様子を見ているっていいと思うんですけども、まあ、やっぱり半年とか1年経っても全然妊娠する兆候がない場合は、専門の不妊の施設に行ってですね、いろいろ検査などしてみることをお勧めします。もちろんもっと早く、2ヶ月でも3ヶ月でもおかしいと思ったら来ていただくといいと思います。まあ、僕らのところに来ていただければ、その周期に合わせていろいろ検査をしていきます。まあ、私たちも一生懸命診察しますので、お互いね頑張って妊活進めていきましょう。